ヘイシリ、ピョンちゃんってどこ？なんでこうなるかな？Hey, what's up guys? どうもヒデです。さて、今回はデジカメで初めて撮影しています。で、最近さ、ピョンチャンオリンピック始まったじゃないですか。で、エミともね、ちょっとピョンチャンオリンピックの話をしたりしてるんだよ。昨日だってさ、寝ながらさ、一緒にスキーのやつ見てたじゃん。一番なんかね、見てて思ったのはスイスの選手がさ、何回もさ、行ったり来たり、行ったり来たりみたいな感じでさせられてる感じだったんね。強風だから戻されたんだけど。で、また行って、戻されて、行って戻されて、みたいな。で、その次の次ぐらいが日本の選手だったんだよ。確か。その人もずっと外で待たされてるからさ。寒いね。そう。なんか、その後のインタビューで言ってたのは足先までもう、やばかったと。感覚なかったに近いですけど、みたいな感じのこと言ってた。なんか、どうなのって思っちゃった。そうだったね。まあ、それはいいんだけどさ、ピョンチャンってどこにあるか分かんないじゃないですか。韓国ってことは分かるんだけど、韓国のどこかってことが分かんなくて、ちょっとね、シリに聞いてみたんですよ。それじゃあ今からシリにピョンチャンがどこか聞いてみたいと思います。Hey, シリ、ピョンチャンってどこ？はい、こちらはいかがでしょうか。なんでこうなるかな？ピョンチャンは目黒駅のそばにあるみたいです。ピョンちゃんってどこ？はい、こちらが見つかりました。でもこれね、ピョンちゃんっていうよりは、平正だね。税理士事務所が出たよ。こんな感じの結果です。ということで今回の動画はここで終わりになります。最後まで見ていただいてありがとうございました。この後にお知らせもあるからそちらもチェックしてくださいね。チャンネル登録しなかったらチャンネル登録もぜひお願いします。そして高評価ボタンもぜひ。ではまた別の動画やライブでお会いしましょう。バイバーイ。現在このチャンネルではキャンペーンを行っております。このチャンネルの動画の再生時間が増えれば増えていくほどプレゼントが豪華に、そしてより多くの人に渡っていくことになります。たくさんこのチャンネルの動画を見ていいプレゼントを手に入れていきましょう。それじゃあまたね。